あ、じゃあ。あ、あれ？飛行機、飛行機。どこだっけ？あ、こっちか。なんか喉に違和感あるな、気持ち悪いな。あの青いとこに行くのは違くて、これはミッション進めていいんですよね。いいよいいよ。石川さん運転席いける。よっしゃー。あ、正直言ってきた。声コックピット。オッケーオッケーオッケー。よかったよかった。オッケー。マシン。こんな感じになってんのね。そう。なるほどね。全然後頭部しか見えないですよね。でも乗ってる感じにはなるけどね。オッケー。期待してますぜ。よっしゃー。ただこれを見てたら寝てしまうかもしれない。じゃあ応援する。行け。おお、すげえ。黄色いとこお願いします。黄色いとこ、ああ。酔うこれ。酔う。実際に飛行機の運転わかるさ。したことないね。だよね。大半は俺もないわ。楽しそう。いいね。ここからじゃさすがに当たんないな。弾使いすぎるとなくなるからね。あ、らしいですね。おー、ナイス。いいね。あ、でもこれなんか爆破したらフルになった。あ、そうなの。あ、てか黄色いとこだった。青いとこに行きました。楽しいな。あ、なにこれ。宇宙人のフジテレビのマークがある。テレビのマーク。フジテレビ。フジテレビ。あ、カルさんわかんないけど、これ地面になんかで、ね、マーク書いたんだよ。はい。フジテレビだったわ。あれかな、地上絵ってことかな。あ、そうそう、地上絵ってやつね、それだ。なんかね、カオリさんのね、キャラクターが小刻みにね、うん、リズム取ってんだよ。音楽流してんのかな。めっちゃビート取ってますよ。あ、私？うん。誰かに見つかりそうだったけど。なんか。でもこれ本当再現できてんな。なんかこんな感じだと思うよ。アメリカですか？うん。本当こんな感じ。へえ。すげえな。これ全部杉じゃないですか、下に生えてる。うわ、花粉がやばい。カエルさんね、地獄だな。花粉が気になっちゃう。うん、こういうさ、山の上にあるなんか展望台みたいなところも後々こう行きたいです。なんかあるんでしょうね。いいね。うん、結構距離あるな。多いね。うん、あ、車両なんだこれ。動いてるあいつ。あー、そういうこと。うわ、あー無理だ。何でロケットでしたっけ。やばい、ロケットはできないよ。あの、下見ながら下に爆弾落とせるけどね。おいー。おーおーおい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 バララー。死んだ。やっぱ私運転ダメだこれ。これはちょっとあれ。かおりさん乗り物ダメなんだね。カーブ曲がるのがめっちゃ難しい。なるほどね。あの、ひっくり返っちゃう。やっぱ乗り物はやっぱ男のあれかな、千倍特許ですかね。うん。あ、なんだっけ、空間感覚。はいはい、男の方がなんか分かりやすいんだよね、確かね。あ、そうみたいですね。私、あの、車間とかもちょっとおかしいんですよ。しかももうなんか俺が操作することになってる。もうお前にはやらせないって、もうこのゲームシステムに言われてますよ。OK、じゃあ俺がやるわ。2つ壊せばいいんだよね。うん、そうです。どうやって撃つんだっけ、これ。あー、あ、R2。
ぽいな。これ左から行った方がいいのか。いやでも右のやつがもうあと 900m とかですよ。あ、 100m だ。来る。うわいやこれ無理かもね。これ難しいなこれ。トラックね。頼む、香織さんに勝ってて俺もやりたくないこれ。香織さん買わせてください。もう押し付け合いが始まった。いやでもこれはあなたのホストゲームですよ。そうだね、失敗したな。絶対100円差に来るよ。いやゲームが分かってて香織さんに戻る可能性も十分ありますよ。交互にって順番っつって。あれ、こっからだ。え、何これ、こっからになってる。どこ、ここ。あ、落ちたからってこと？なんか別の戦いになっちゃった。しかもなんかこれショットガンになってるし、いきなり。なんで？まあいいや。ショットガンになってる。ショットガンになってる。誰誰、この人死にそうだよ。何これ？ああ、助けて、助けないと。ほりょほりょほりょ。助けた、助けた。ほりょほりょほりょ。いいところに来てくれたな。多いじゃん。話して。あ、クリスリー、やっと？うん、やっと。てかこいつが運転してくれればな。ダイアンホッパーも雇うよ。うん、あ、4人パーティーだこれ。よし、雇えない。え、俺が雇ったからじゃない。うん、ミッション変えましょう。ちょっとミッション変えましょう。なんでこんな戦いの、あ、あれがあるよ。建物の中にレジ、レジからお金取れる。あ、オッケー。てかね、カルさん、ここにいるとね、私が手に入れた、うん、勝手に来る敵が。あ、そうなんですか。それで待っとく。うん、なんか取った、祝福オイルだって。おお、祝福オイル。お金なんのか。あ、ここに武器がある。取ろう。あ、カルさん、ヘリコプターあるよ。お、結局さっきのミッションのままだと思うんですけど、これ。そうだね、飛行機に乗り込まないと始まりませんよ。でもそのこれ撃てないのこいつ。あ、でも誰か撃っちゃいいじゃん、香織さんが撃って。うん、あ、あれじゃん、ほら、あれ壊さなきゃいけないよ香織さん。あ、違うか。ちょっと待って、この人が乗ってるから乗れない、私。おい、乗れない。ちょっと待って待って待って、乗せて。乗った乗った乗った。撃てる。うん、撃てる撃てる。よし、じゃあいいじゃん、もう行こう行こう行こう。オッケー。弾は撃てるけど当たるとは言ってませんから。でもこれ空中で止まれるじゃん、ヘリコプターって。あ、そっか。だからオッケーでしょ。あー、こっちの方がよっぽどやりやすいわ。ニックの飛行機以外で破壊してもオッケーなんですか。大丈夫じゃん、破壊しろって書いてあるから。うん、あ、でもニックの飛行機に乗り込むって書いてあるな。うん、書いてある。まあ、やってみよう。最終的に乗り込めばいいのかな。わかんねえ。ちょっと待って、あの傭兵側ですわそれ。あ、そうそう、右側に寄せてくんないと。こっちね。ロケラン持ってくればよかった。そうだね、無理だこの距離で。アサルト、もうちょっと下がるわ。うん、敵のエイム力すごい。まあ、頑張ってますけど死にそう。え、なんか落ちそうだよ、100円さん、このヘリ。わー。ねえ、これ難しすぎなんですけど。他のミッションやるか。何回死んでる。ロケラ持ってこなきゃダメだよこれ。さっき使っちゃった、全部。ロケラ持ってない。あれ持ってなかったっけ。持ってない。こいつの穏やかな顔ばっか見られてんね。そうですね。いや、本当はこのミッションじゃないんだよね、最初やんなきゃいけないの。北に行かなきゃいけなかったで、うちら。
てか私的には犬を仲間にしに行きたいですけど。あー犬ね。うん。でも犬もあれだよ。あ、ペギーの通信を傍受した。じゃあ他のミッション行こうか。犬さどっかにいたよね。いた。あ、レイレイのカボチャ畑じゃないですか。あ、それそれ。でもスキルやってないと、うん、てかスキル4つになったな。レイレイのカボチャ畑に犬がいる。またなんかスキルもらえられるよ。あ、もらえる？うん。何にしましょうか。今度こそ4ポイントだから1個ですよ、今度こそ。俺はもうウィングスーツですわ。じゃあウィングスーツにするか。一瞬飛びたいしな。やっぱりあなたに感づいてるわ。オッケー、取った。オッケー。で、日誌で、じゃあどこ行こうかな。あ、じゃあこれ行く？バロン製材所。うん、これ行きましょう。タグローリーはもう2台あるけど必死に逃げてるみたい。逃がさないで。ただヘリ遅いな、やっぱ。てかさっき雇った人も死んじゃったからいなくなりましたね。アリガニ払ってせっかく雇ったのに。速攻殺しましたし。まああんなつ、だって何人乗ってたの？一人。あ、一人だけ。うん。あ、待って、これ何？え？これ破壊したらまたポイントもらえるよ。これ破壊しなきゃいけないやつだ。これやってよ、うん。ちょっと待って、ここからじゃ、だって破壊できない。これさ、右左どっち？こっち？右。ここからハンドガンで撃てるかな？撃てんじゃん。待って、ちょっと。あ、ないっすね。いや、やっと窓ガラスが割れました。ナイス。はいはいはい、オッケー。よし。あれ、待って、誰か置いてきてない？あれ置いてきてない。あ、大丈夫。わかんない。あ、待って、カエルさん、ほら見て、なんか変な銅像がある、うん、あれも壊したらいいんじゃないの？あれはハンドガンじゃ壊せないと思うんですけど。一応ちょっと確認。なんか鏡の像に見えるな。なんかあるよ、これ。フォーの時のこういうの、なんかあそこにありません？メキシコかどっかに。あれでしょ、イエスキリストのやつでしょ。あるあるある。あるよね。いや、これ無理だ、無理ですよ。これやられるな、言ったら。これ危ないな。やられる。オッケーオッケー、やめましょう。あ、てかこれ昼と夜あるんだね、うん、そうですね、時間の。クソ野郎が散歩してるぞ。え、クソ野郎が散歩してるって誰かか。ん？誰のこと？うちら？わかんない。てか私窓ガラス割ったせいで、なんか足のとこ見てください。もうないんですけど。足見れない。足のとこないですよ、ガラスがもう。あ、マジで危ない。そこからスポーンって落ちていくかも。俺これ今降りてウィングスーツ試したいな。うん、どうやって降りるんですか？近く。あ、やっちゃった。降りてみる。 L3 でウィングスーツ。L3。 あー危ない。おお、いや、すごい。いいね。なんか体力がゼロになったんですけど、一瞬。え、なんで？わかんない。風圧かな。かおりさんのあれで、重さで。結構飛べますね。いいね、早いね、しかも。おお、いい感じいい感じ。え、ちょっと待って、エラー出た。え？エラー出て、なんかあのしばらくお待ちくださいみたいなせせらぎになった。かおりさん。なんかもののけ姫みたいなシーンに行った。え、ちょっと呼んでくださいよ。あれ、かおりさんじゃないの？え、違うよ。あ、クリス・リーがあそこでパラシュートで一人でいる。ちょっと待って、呼ぶ。起きなくなんな、カオリさん。なんで人が気持ちよく飛んでるときに。せっかく楽しかったのに。パラシュートバグか、もしかして。メインメニューにいますってなってる。うん、来た来た。クリスリー。置いてかれたよ、ついたに。保安官、資金不足で手っ取り早く稼ぎたいなら狩りがベストだぞ。鉄か？肉と皮に報酬を弾む奴ら
たくさんいるからな。敵じゃないよねこれ。あ、ショップだ。ショップのおばさんがいる。あなたは武器の扱いに慣れてるみたいね。おお、衣装とか買えるよ。え、そう、買いたい、うん、お金かかんじゃねえだろうな。かかるでしょ。お店行ってただってことはないですよ。あ、まあ、あのお金ってリアルなお金。あ、なるほどね。リアルなお金はやだ。あ、でも結構かっこいいのあるな。おお、かっけえ。いくらこれ。オメガとかある。あー、いいなー。でも俺これがいいかも。ブルーノマーズみたいな服あるな。ブルーノマーズ、お、でも高い。あ、これショップ。待って、見る見る。高いっすわ。衣服今670ドルしか持ってないよ。7000いくらとかだもん。うわー、かっこいい。武器、あー、武器もなんか、おー、すげえ、いろいろカスタマイズ。おー、かっこいいのある。シャークシューター、いいなー。7000とか持ってないよ。だよね。これ無理だわ。うわー、スパイクバットとかある。なんかすっごいダサい服だったら所有してるみたい、もうすでに。あー、そういうこと。あ、髪型も変えれる。あ、ほんと？え、マジで？うん、いつでも変えれるんだ。あ、そうなの。カテゴリー選ぶで。ねえ、銀の延べ棒って何？あ、まだ半端し、違う、これ絶対課金要素でしょ。あ、課金か。アイテムを売るってできるよ。あー、すっげえリアルな、なんか写真になってるアイテムが。うわ、ほんとだ。肉が生々しい。あ、不用品売れば10ドルになる。